上へ行くぞ。天候だ。え、空の上？何？どういうこと？落ち着いて。さっきの塔の装置でここに飛ばされただけ。クリスタルはここの上階にあるかもしれない。それは記憶か、それともお前の願望か。どっちもかもね。隙を見せた。行け！砕けくれ！敵がいる。やるぞ、ついてこい。めっちゃやるぞ。なりきりげだったな。少しは成長できたかな。動かないのか。乗れ、行くぞ。どうも気力が冴えないな。どうする、戻るか。ジャック、ジャック、この壁は危険だよ。離れよう。そうだよ。あ、ごめんごめん。謝るな。いい加減俺になれろ。お前の雑な注意喚起はたまに役に立つ。それ褒めてない。問題ない。スイッチと連動しているようだな。この光景、嫌な予感がする。ほら、予感が的中した。
叩き込む。キューブがあるな。休んでおこう。やるか。ジャック、戦おう。答えがない。攻撃を受け流されているようだ。敵だ。ジャック、やってやろう。手を抜かないでよ。敵を呼び出す。先に壊せば問題ない。面白くなってきたな。いい展開だね。おとなしくしていれば倒されずに済むものを。狙い通りだ。はじめには会いたくないな。邪魔だ。
そこにキューブが見えたぞ。調べなくていい？だらけだ。下手をすると大騒ぎになりそうだな。気をつけよう。苦難があるからこそ強くなる。来るよ。する？叩き潰すぞ。ネオン、任せてもいいか？当然。もちろん。頂上という感じだな。気を引き締めろ。
えてる。こんなの初めてだ。カオスだ。カオスか。いかにも4人のカオスの一人。4人だと。風のクリスタルがあれば風のカオスがいる。火のクリスタルには火のカオス、水のクリスタルには水のカオス、土のクリスタルには土のカオス。なるほど、そういうことか。ついにここまで来たか。だがもうお前たちの運命は終わりだ。風のカオス、ティアマット。しいな。まだだ。来る。体勢を下げられたか。そうだね。うん、もう油断しない。今度こそ完璧に倒してやる。結構まずいかも。大丈夫だ、俺たちの方が強い。首耐え変わるぞ。しぶとい。体力まで使ってるわけじゃない。何度だって切り落としてやるよ。今動けなくなる。これでいい。いけるぞ。ここからだ。いけるぞ。ポーションはまだある？無駄せずに。体勢を変えてきた。何をする気だ。頭が下がってる。隙を突いて狙っていくぞ。
聞いてないみたい。倒しきれるか。何としても倒す。変更だ。
で行く。灰になれ。健康だ。大丈夫だ。俺たちの方が強い。
もいいから。Thank you.
Thank you.
おい。君たちがティアマットを倒したの？ああ。よくやったわね。あんたは？私は闇に囚われていたみたい。カオスに負けたのね。私はソフィア。よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。水晶、クロ水晶を出して。こっち。ありがとう。何が起こったんだ？説明はできないわね。私はあの霧の対処方法を知っているだけ。またもや謎の装置の登場だね。何か知っているらしい。どう使うんだったかな。私は記憶が消えにくい体質みたいで、断片的な旅の記憶があるの。ここへも来たことがあるわ。きっと何度もね。そして何度も死んだ。多分。私はカオスを倒したい。この思いを何とかしないと。苦しくてたまらないわ。同行してもいいでしょ？断る理由はなさそうだ。死なないでよ。いてくれないと忘れちゃうから。それはお互い様。そうだった。おお。火のクリスタルか土のクリスタルか、方角が選べるようね。火のクリスタルを解放しよう。